どうもこんにちは、道楽工房です。今日はですね、初ではないんですけど山の開拓です。で、後ろにもう重機が動いてます。重機を早速搬入しました。駐車場を作るんですけど、もう重機の力を借りないとどうにもならないということで、今カメラマンをやってもらっている方にお願いして、ちょっと重機を持ってきていただきました。でかいですね、重機。これいくら、どれぐらいの大きさなんですか？ほんま25。ほんま25。あのバケットのサイズですよね、ほんま25っていうのは。もうやっぱり人の手でやるとは全然違うっていうか当たり前ですけど、もうとてつもなく速いで、まあこの重機来てもらってますけど、それ以外にも結構もう開拓のお手伝いで来たいっていう人たちが結構来てまして、もう予想以上に速いスピードで開拓が進んでます。とりあえず駐車場作んないと中に入ってもらえないということで、ちょっと急ぎでやってるんです。今日はこの重機で駐車場をこう広げていって作ってる様子をちょっとお送りしたいと思います。よろしくお願いします。いや、もうなんか開拓スピードが重機1台で10倍どころの話じゃないですね、これ。これこれ人の手でとか無理でしょ、もう。どんどん上に上がっていってます。まだ30分ぐらいなんですけど、もうこんなに、まあ、全然まだ土出てますけど、とてつもない速さで開拓が進んでます。これ重機どんどん行ったらあっという間じゃないかな。いや、マジで速い重機。もう本当にヤブばっかりだったんですけど、ちょっと歩いて行こうと思います。ここもここに落ちてる石っていうか、もう岩ですけど、全部この道路の上にあったんですけど、もうガンガン避けながら上に登っていってます。やっぱ重機と借りてくるべきだな。広場までもうちょっとです。あと10メートルちょっと進めば広場まで出れるんですけど、すげえ落として落ちた。すげえ。そこにめっちゃでかい石があるんですよね。映るかな。ここめちゃくちゃでかい石があって、それをどける今下地状態ですね。あー、落とすのか。でかすぎっすか？無理ですか？やばいな。ここの斜面上がるために爪引っ掛けて、おお、すげえしか行ってないけど、ほんとすごい。
これが6トン6トンで、上げれる重量が8トン上げれるのがあそこに書いてある 1.7 の移動式クレーン仕様でかいけどすげえ。エアコン効いとるし、ラジオかかってるし、新しい重機ってこんなんなんですね。なんか快適、すごい。いやー、え、僕がですか。ちょっとじゃあ教えてもらって、この辺鳴らしてもらって、はい、やばい、記念写真撮ってる、やばい、俺がドズボにはめた、いや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 、写真が埋まってます。ここはほんま、もう車うんぬんとかのレベルじゃない。マジかこれキャタピラかどっち向いとるかもわからんですね。こう向いとる。で、一応こっちに脱出はしよったんや。こう行きよって、行きよってクソ石玉じゃろう。ちょっと石やりよったら。すごい。いや、駐車場無理か。やばいな、この埋まり具合。はい、埋まった重機ヘルプするためにですね、ちっちゃいもう1台の重機をレンタルしましたお疲れ様です。今から埋まった重機をヘルプしに、この小型重機で向かいます。小型重機でちょっと大きいやつを今救出してます。ここまで上がる道作るのでかなりの労力を使ってるんですけど、相当本当でも今日一日で広がってます。でかい重機のキャタピラ部分が掘って見えてきました。まさか埋まって重機救出することになるとは思いもしなかったですけど、グズだな。こっちまで車とかが入っていけるようになるにはちょっといろいろやる必要がありそうです。ようやく救出できそうなんですけど、あ、動くか、あ、動くか、なんかおるね、木が。ダメか、ダメっぽいですね。なんか、あ、ほんと、これか、これ、この先端にあるやつ、木ですね、あれ。多分なんか当たってあれが効いとんと思う。アームで車体浮き上がらして脱出を試みとるんですけど、いやすごい、おお、
と重機乗ってみます。これはなんもないですよね、この足は。でこれを下ろして、はい、それでもう動く。でここを右手に、あの壁面がやらない、まっすぐ前になったら反対か、こっちか、あ、こっちだ。今回転を遅いペアだけど、回転上げとったらこんだけ速い動かしたら一気にこうパッと動いて、なかなか慣れなくて、あのやってる途中自動車教習所に通ってる時のことを思い出しました。街中の車を運転してる人が全部すごく見えるっていう、まあ、坂になってると飛びにくいっちゃ飛びにくい。でバックスをこう自分の方に起こして、このまま起こしてください。はい、OK です。たった1個の石にどんだけ時間かけてんのって話ですよね。もう根気よく付き合ってくれた方本当にありがとうございました。さっきみたいに腕でこっちから押せばゴロンと落ちます。
めて手前を折って真ん中のところを折ってそれでちょっと下げてでそのままバケツを当ててで腕をこう伸ばすような感じいやー初めて重機乗りましたけどめっちゃ面白いこれいやー欲しくなるんですけどねこんなの乗ってしまったらいやーちょっと前にある石どかそうと思います。ちょっと自分がさっきからどうやっても動かせないやつ先生にお願いします。あっさり10秒もかかんなかったですね。え宿題がちょっとやってみますけど宿題を用意されてしまいました。見ると下手くそ具合がよくわかりますね。もう動きがぎこちなさすぎる。いやー本当重機で整地する作業をずっとやってられる自信があります。いやもう自分で乗ってみて思うんですけど本当自由自在に操縦できるようになるまでどんだけかかるのかっていうめちゃくちゃ面白かった。ちょっと明日一日これ乗れるみたいなんでそれもまた動画にしようと思います。今日はとりあえずここまでです。重機返却する前にこのクソでかい石を動かそうと思ってやってるんですけど、石がでかすぎる。横をめちゃくちゃ掘ってこの中に落とすみたいです。いやー人の手じゃ絶対無理だな。
あでも邪魔になってた石がとりあえず埋まって、道幅も結構確保できました。まさかここまで。いやもう十分でしょうこれいけると思わなかったですここまで。今回の動画以上になります。いや本当重機持ってきてくれた方本当にありがとうございました。当初、はい、2日間ぐらいレンタルの予定だったんですけど、ちょっと重機埋まったりトラブルの関係もあって1日多く借りて、でそのおかげで門のところまで行く道を広げたりすることができました。もう本当に感謝しかないです。それで予定一気に早まることができました。開拓が一気に進みました。これからもですね、どんどん開拓の様子とか動画にしていこうと思います。本当にありがとうございました。開拓がある程度終わったら山の中で起こるようなこともどんどん動画にしていこうと思ってます。